さあさあ、成蹊大学行ってみたいと思います。皆さん、今日扱う長文の全体像ですが、段落は4つで、設問は12個あるんですが、さすがにちょっとこれを全部やってるとですね、皆さん視聴時間がかなり長くなってしまってですね、皆さん見ていただけないので、ですからちょっとコンパクトにさせていただきたいと思います。で、皆さん、設問形式こういう感じになっておりますので、皆さん、並び替えは並び替え専用の再生リストはありますので、そちらで賄えるかなと思います。そして記述説明もですね、国公立大学の英語、それ専用の再生リストがございますので、そちらで練習できるかと思います。ですから、成蹊大学ならでは、私立ならではということを考えると、この色がついたところですね、この8問、これをご覧いただけますと、解き方が分かっていただけるんじゃないかなと、そういう感じがいたしますので、まずは段落正常から頑張りましょう。サミさん、こちら説明の指示をお読みください。そして皆さん、段落正常問題、こんな感じでございます。で、皆さん、選択肢眺めていただきますと、 A から始まるか C から始まるか、これがまず第一段階だと思いますので、まずは段落 A をご覧いただきたいと思います。皆さん、注釈ございますので、ちょっとそれを参考にしながら一読をお願いします。さあ、第一段落後半です。さあ、続いて段落 C でございます。さあ、皆さん、 A から始まるのか C から始まるのかということなんですが、で、皆さん、段落 A はですね、画面上最初の2行だけ皆さんご覧いただいております。で、その後 C をご覧いただいているような状況でございます。皆さん、段落 A が2行しか見えていないにもかかわらず、分かるのかということなんですが、今ご覧になっていただいている段落 C の情報で、 A から始めるのか C から始めるのか分かりますね。皆さん、ヒントはこの人の名前ですよね。皆さん、AC の順番でつながると思いますか？ダメそうですね。もちろん、生と名ですよね。それが最初にあって、で、もう一回同一人物がやってくると、名前の部分を省略しても誰だかわかりますね。ですから、CA の順番ですよね。となると、皆さん、選択肢もう一回見ていただけると、もちろん正解はこちらですよね。ですから、この後 CADB の順番で画面を展開させていきますね。では皆さん、実質第一段落にあたるこの段落 C ですね、それを改めて一読していただいて、こちらでございます。皆さん、選択肢こっちにありますからね。そして空所に入れるのに適切なもの、選択肢の中から一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。では皆さん、これは空所の前後がどんな関係なのかが分かればいけそうですね。もちろん、空所の右側、クライメートチェンジ、気候の変化、これが起こって、空所の左側、テンペラチャーズインクリースと、気温が上昇した、つまり空所の右側が原因、そして空所の左側が結果ですよね。気候変動が起こって気温が上昇と、となってくると、因果関係と関係ない B ですね、プリパレーション準備、そして D、 インスパイトオブということですから、ウニャウニャにもかかわらず、で、この因果関係に関係ない B、D を削り、で、選択肢の A のレッド2、この場合は左側が原因、右側が結果、因果関係順番が逆ですね。ですから、正解は C ということでよろしいかと思います。つまり、気候変動の結果として気温が上昇しましたと。ですから、因果関係バッチリです。で、皆さん、ちなみにこちらの空所は並び替え問題ですからね。さあ、2つ目の段落にあたる段落 A でございます。まずはこちらの空欄ですね。選択肢こちらでございますので、ちょっと考えていただけるとよろしいかと思います。さあ、皆さん、モスカバーがどうなってるかということなんですが、皆さん、その右側見ていただけますと、モスが成長している様子がうかがえますね。つまり、苔の成長。皆さん、成長の言い換え見つかりますね。ですから、正解は C ということでよろしいかと思います。増えるということは成長しているということですね。さあ、続いてクラン B をお願いいたします。皆さん、これは右側のフラクションでいけそうですね。かけらでございます。まずダメそうなのは C ですね。フィーユということですから複数形、ただし今回複数形になっていないので C は×ですね。ですから、正解は B ですよね。タイニーは小さい、もちろんかけらは小さいものですよね。で、 A のバストは広大な、で、D のライトウェイトは軽いですよね。ですから、やっぱりフラクション、かけらの言い換えはタイニーですね。さあ、皆さん、先ほどの続きでございます。こちら、下線部4番に関して考えていただけるとよろしいかと思います。
まず分かりやすいのは大きな変化を伴ってますよね。そして変化という観点からすると皆さんこの生態系も変わってますよね。そしてその生態系の変化の話がこちらにもつながってますね。そしてもちろんそれはアンタークティカ、南極と書いております。ですから正解は B ですよね。さあ皆さん、続いて今度は下線部5番をお願いいたします。で皆さん読んでみると、フリジットなところでは皆さん Not Thrive、 繁栄しないと書いてますね。でしかし Thinning Ice、 つまり氷が薄くなってきてるんですよね。ということは気温が上がって暖かくなったら Allow them to thrive、 繁栄するんですね。ですからバットの右側は暖かいと繁栄するということは、寒かったら繁栄しないんですね。でそれで選択肢選べそうですね。もちろん寒いんですから D が正解ですよね。で A はアンタッチと未開の、 B は暖かい、 C は硬いということですからね。そして皆さん、このフリジットの綴りをヒントにした人もいらっしゃるはずです。皆さん、この出だしの FRIG、 それを含んだ単語を皆さん知ってると思いますよ。もちろんそれはリフリジレーター、冷蔵庫ですよね。そこから冷たい、つまり D が正解というふうに考えていただいてもよろしいかと思います。でちなみにこの空欄は並び替え問題ですからね。さあ皆さん、続いての段落の塊でございます。こちら空欄 E をお願いいたします。皆さん、まず南極はこの気候変動の理解を点々点ということですが、皆さんこの辺りまで読んでみるとあまり暖かくなっていないんですね。もちろんそれはアークティック、北極と対比されてますよね。でもちろん北極はこの辺りですね、気候変動のサイン、兆候がありますよ。そしてこういうところですね、温暖化が起こってると。ということはやっぱり北極が暖かい、南極はそうではないという関係性を示す選択肢が見つかりそうですね。ですから正解は A ですよね。つまり南極は暖かくないと言ってるわけですから、このクライメートチェンジに対する例外というふうに考えていただけると問題ないかと思います。で B のイグザンプルは例、 C のイラストレーションは例称で、 D のアクセプタンスは受け入れ。ですから皆さん、 BC でどれを選んでいただいても対比の関係にはならないですね。ですからやっぱり A でよろしいかと思います。さあ皆さん、最後の段落の塊でございます。さあ皆さん、最後の設問でございます。皆さん、この空欄 C にですね、この選択肢4つの中から選んでいただきたいんですが、でこの2の B ですね、こちら並べ替え問題でございます。皆さん、これの日本語がヒントになるかと思いますので、ちょっとそれを踏まえて考えていただけるとよろしいかと思います。で皆さん、先ほどの段落からそうなんですが、北極と南極の対比ですよね。つまり北極は暖かい、そして南極は暖かくないんですよね。ですから地球全体が温暖化に向かっているにもかかわらず、南極は暖かくなっていないんですね。で皆さん、並び替え問題の日本語にもちゃんと書いております。ですから北極と南極、その対比の関係を示す表現はどれですかと言われたら、正解は D ですよね。コントラディクト、矛盾すると。ですから A のインカレッジ、促す、 B はサポート、支える、 C はイボルブ、進化。これを選んでしまうと全部同調する話になっちゃいますからね。ですから地球全体が温暖化に向かっていると、で北極も温暖化、ですから南極だけがこの地球温暖化の理論、それに矛盾しているんですよね。ですから対比関係しっかり表すことができておりますので、バッチリです。サメさん、お疲れ様でございました。皆さん、段落正常を思い出していただきたいんですが、正と名、その後に正だけ、こういう流れで解ける問題少なくないんですね。そして空小重問題、正解となった選択肢をちょっと書き出してみました。でその一つがコントラディクト、矛盾ということは対比ですよね。そしてアザリザルトオブも原因と結果、そしてエクセプションも原則と例外、対比が絡んでるんですよね。そして下線部説明問題も、北極と南極対比、そして暖かいと成長する、一方寒いと成長しない。ですから振り返ってみると対比がこれだけ絡んでるんですね。ですから以前からいろんな動画でお伝えはさせていただいてるんですが、対比は品質でございます。そして正解を教えてくれるんですね。つまりそれは皆さんの合格につながるんですから、このヤダッチとスタディではこれからも対比を意識して説明を続けてまいります。それが皆さんの合格につながりますからね。ということで今日も頑張っていきましょう。